おはようございます。おはようございます。本日はよろしくお願いします。成田さん、今日はお休みです。はい、今日はお休みです。お休みの日はいつも何されてますか？そうですね、コロナ前は、はい、友達とおしゃれなカフェ巡りとかもしてたんですけど、コロナになってからはそれもなかなか厳しくなってきたので、まあでも私よくテディーズバランスも朝にレッスン受けに来てます。成田さんでも気になるところがあったりするんですか？気になるところはたくさんあります、はい、例えばどんなところか。二の腕、肩こりもそうですし、はい、あとお腹周りとヒップラインとかですかね、全部ですね。本日はそういったところを、あ、テディーズバランスに着きました。到着しました。じゃじゃーん。はい、こちらがテディーズバランスです。自動で開くんですか？あ、そうなんです。ここ完全無人で、はい、女性だけのスタジオになってます。安全です。立ち寄れる感じになってます。荷物少なめなんで。はい、荷物少なめです。ありがとうございます。それでは着替えの方お願いします。失礼します。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。はい、ではお悩みの肩こりからやっていきましょうか。はい、お願いします。お願いします。では今日はこのちょっと中から出していただいて、このインフィのリリーススティックを使ってまず筋膜のリリースから始めていきたいと思います。はい、はい、じゃあお悩みは肩こりということで。肩こりです。普段結構肩こります？こります。こりますか？はい、左右差はどうですか？あります？両方同じぐらい。両方同じぐらい。わかりましたじゃあこれで名称軽く言うと山って言って、こっちが谷なんですけど、はい、まあ、どこでも使えます、はい、どこ使っても一緒です。で、直接皮膚に当てる場合はこうオイル使いたいんですけど、はい、まあ、今日でもお洋服着てるからその上からやっていきましょうか。はい、では肩こりということなのでまず腕からいきたいと思います。手のひらをガリガリして。へえ。そう、腕ってやっぱりその肩からつながってるから腕のこりも肩こりに関係してたりするんですよ。へえ。剥がしてあげる感じで。手は本当に自分でケアしないから、うん、そう。でも背中凝ってる時自分でこうやってやってあげるとね、本当に軽くなるので結構おすすめですよ。で、指の間こうやって で次の指、水かきがあると末端をやっぱりこうほぐしていっている。次の指いきましょうか。気持ちいいですね。気持ちいいですか？自分でね、この痛さを次の指をこう調整できるのでいいかな。自分で触ってあげるだけで全然変わってくるので、はい、冷え性です。本当ですか？やっぱり血流良くしてあげるといいので、ほぐしてあげてください。で、はい、こうですね。気持ちいい。気持ちいいですよね。意外にこの指の間とかで結構凝ってる本当です ね。今ちょうど右手やってるので、はい、結構右手で掴むこと多いので、結構左手より凝りを感じることがあるかな。そうですね。うん。ただ、二の腕の下の部分ですね。手首から肘に向かって、
普段はケア、自分でこういうふうにセルフケアされてます？腕のケアはあまりしたことないです。意外にね、こう硬いところ自分で見つけると結構凝ってるなっていうのが分かった、はい、で、反対側、ね、ちょっと痛気持ちいいぐらいで気持ちいいです、ね、やっていって、たら上腕二頭筋ですね。この辺はね、ちょっと痛いかもしれないですけど、うん、ガリガリしてて。ゴリゴリ言ってますね。そう、筋肉がやっぱり使ってるところっていうのは発達してるので、うん、筋膜も固まりやすくなってるので、で結構その、はい、お悩みの上腕三頭筋、意外に痛いです。ガリガリ、スプーンっていうんですけど、この先の部分使ってガリガリしていくと、結構意外に、ね、痛い。痛いです。意外に痛いんですよ、ここ。痛い。そう、痛いでしょ。やっぱね、固まってる。で、血流がちょっと悪くなって冷たくなったりしてるじゃないですか、はい、これでこうやって起こしてあげる感じで、そうガリガリガリ脇にこう流すイメージでやっていってあげてください、はい、ああ痛いですね。痛いですよね。普段全然意識してないのにこんなに筋膜固まってるんだみたいなね。使ってるんですね。そう、びっくりしますよね。でも筋膜は使ってなくても固まっちゃうんです。あ、そうなんですか。だからどっちですかね。どっ、いやでも危ない。あやちゃんは使ってるかな。危ない。使ってる痛みだと思うんですけど、だからどっちかなって、あ、ここも凝ってるんだな、固まってるんだなっていうのを発見するのにすごくいいですよ ね。はい、いいでした。そしたらこのまま、いきますね。じゃあ、右手で持っていただいて、自分の方にこの谷が向くように持ってください。で、このまま、逆手にしようかな、こっちにしようかな。で、くるっと回します。で、自分の、左側の背中に当てるようにしたら、反対の手で下を持ちましょう。体丸くして、で、お背中の背骨から肩甲骨に向かって自分でこうやって流してあげます。ゴリゴリ言ってます。ゴリゴリいますよね。菱形筋、ひし形筋って書くんですけど、こうしっかりほぐしていく感じでやってあげて、はい、まあ、バレエダンサーなんてね、ここよく使うところだから、はい、痛いかなと思うんですけど。痛いですね。結構ね、硬くなってると思う、はい、で、この痛いところを見つけたら、ちょっとこう往復してあげる感じにしてあげると、はい、筋膜剥がれやすくなってきます。はい手が届かないところだからちょっとね、きついんですけど、はい、結構こうずっとやっていると、あのおけつっていうんですけど、はい、この固まっている筋膜がほどけてきて、うん、ちょっと血が内出血みたいに浮き上がってくることがあります、うん、で、それはあの、まあ、体が凝ってるんですよっていうサインなんですけど、うん、なっちゃっても 2,3 日で消えるので、 あまり気にしなくて大丈夫です、はいはい、でもね、舞台前とかね、あざができたら困るときはちょっと気をつけた方がそうです、ね、いいかもしれないですね、はいはい、でね、これね、前から持ってもいいです。ちょっとこっちの方が楽かなって、はい、で、両方動かさなくても下固定して上だけこう動かすとか、うん、しても大丈夫。あ、気持ちいいでしょ、ね、そうやっていただいて、で、ちょっとずらして肩甲骨の上、ちょっとコリッとするんですけど痛いんですよね。でも届かない、普段やっぱりここケアしづらいとこなんですけど、はい、これ長さがあるので、これはこうやって自分でやってあげるんですね、はい、で、はい、一回離していただいて、で、ここ今度やってきます。脇の下の部分、これはこう持って、反対の手、そうです、こうします。ちょっと引っ張って、そうそう、で、そのまま、おお、ここ結構痛いです。痛いです。結構ここはゴリ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 するんですけど、バレナーさん結構この部分使う。ここいつも凝ります。凝、ね、りますよね、はい、こうやって痛いで、これね、結構ね、角度厳しいんですけど、そうですね、そう、自分でこうやるとケアしてあげられますね。そうそうそう、上手上手。肩甲骨のこの下の部分から横の脇にかけて、はい、だいたい1箇所に20秒から30秒ぐらいで十分です、はい、痛気持ちいいぐらいでカリ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 痛いからです。はい、いいでしょう。あ、ちょっと回してみましょうか。
反対の手回してみましょうか。まだやってない方。ああ、硬いですよね。全然こうやると可動域が、可動域が全然違いますよね。そう、ちょっと今の本当半分ぐらいかな、ちょっとやったかなぐらいでこんだけ変わるんですね。で、筋肉をこう突っ張らせると表面の筋肉で、はい、でちょっとこう逆にこうして、そう、そうこうやると心臓内部に当たるので、またほぐれ方が変わってきます。痛いですね。痛いです。痛みがね、痛いですこれ。大きいでしょう。一回やっていただいて、はい、回してみると同じぐらいになりました。 OK。 でこれこのまま上もやっていくことができます。ちょっと今皮膚が出てて痛いかもしれないんですけど、当てて僧帽筋ですね、この肩ぐらい、うんうん、その今お洋服の上からで大丈夫なので当てて軽く、そこのねミニ突起っていうんですけど、はい、このちょっと出っ張った部分を当てて、クリックしてあげるとちょうど気持ちいい感じ。気持ちいい。さあ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 、じゃあじゃあ自分が取ってる、ちょうどこう山にね、森って僧帽筋になりやすいので、はい、やってあげると流れやすいです。すごい効きますね。え、これ気持ちいいですね。気持ちいい。なんか普段、うん、マスターストレッチをよく受けてたんですね、うんうんうん、それも筋肉とか、こんなところの筋肉とか使わない、普段。あ、末端のね、うん、ところまで意識しないとできなかったから、うんうん、やっぱりそういうところも大事なんだなって思いました。そうですね、やっぱ全身で動く必要がありますし、うん、普段生活だと忘れ去られているような場所を、ね、目覚めさせるっていうのすごく大事なことですよね。はい、はい、OK でした。ちょっともう一回肩回してみて。Good、うん、すごく良くなりましたね。ちょっと呼吸もそうですね、しやすくなりました。なりますよね。はい、じゃあこれで肩こりは解消されたということで、はい、はい、では筋肉トレーニングに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。